皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。お元気でいらっしゃいますか ?BTS は長平時に陸軍特殊部隊に入隊したと報じられています。2024年9月5日、ビッグヒットミュージックは BTS メンバー4人、RM と V の入隊に関する公式声明を発表しました。キム・テヒョンは別々に登録し自民とジョングクは一緒に登録します。しかし、 この公式声明が出る前に一部の韓国メディアが配備に関する情報を漏らしていました。2024年8月30日の徴兵派遣中に BTS メンバー4人の配置場所を明らかにするレポートを発表しました。RM と V は2024年9月11日に南戦訓練センターに駐留し自民とジョングクは陸軍第五歩兵師団に勤務します。話題になったのは 陸軍の特殊任務チームに参加すると言われた BTS の V に関するレポートでした。SDT 軍事ユニットは非常に重要でリスクの高いタスクを持つことで知られています。ニュース1から得た情報によると、V はテロの脅威に対処し、国の重要人物の安全を維持するエリート部隊の一つであるキャキトル防衛司令部に所属することになる。 徴兵された兵士全員がこの部隊に参加する機会を得たわけではないため、この派遣は世間の注目を集めた。遂行されると思われる主な任務には、テロ対策作戦、特定の戦略でテロリストの脅威に立ち向かうこと、軍事犯罪者の逮捕、安全保障上の脅威とみなされる危険な人物を追跡して拘束することなどがある。この部隊での任務の一環として、 専門的な格闘技、精密射撃、高層ビルからの懸垂加工、ヘリコプターからの急速発射など、いくつかの極限スキルの集中訓練も受けることになる。V がこの特別任務チームに配属されたというニュースに対する世間やファンの反応は、ファンからさまざまな反応を引き起こした。ほとんどのファンは、軍隊で最も困難な任務の一つに V が献身していることに誇りを表明した。 ハッシュクラウドオブ V やハッシュステイセーフトゥユーなどのハッシュタグはアイドルへのサポートの形としてソーシャルメディアでトレンドになっています多くのファンはユニットでの任務が肉体的にも精神的にも困難であると考え V の安全と体調を心配していましたしかしファンはまた彼が常に示してきた精神と規律を考えると V がこれらすべての課題にうまく立ち向かうことができると確信していることを示しました。あるファンはツイッターで、V は常に新しいことに挑戦しています。私たちは彼がこれをうまく生きていくと確信しています。私たちは彼の復帰を応援し、待ち続けます、と書いています。皆さん、今日のビデオは以上です。ご覧いただきありがとうございました。どう思いますか コメント欄に書いてください。次のビデオでお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。